ダウンスイングですね。ダウンスイングの切り返しの初期にアウトサイドから入ってくる現象がまあ起こる、まあ、こういう現象ですよね。これが起こってしまう要因ですよね。要因ね、多分ね、個人的にもいくつかあるんでしょうけど、で、まあ、一番多いというか一番考えられるのは、このアウトサイドアタックって、そのいわゆるオンプレーン、インサイド、アウトサイドで言ったらアウトサイドなんですよ。ただ振ってる側からしたら、特にその100切れない人とかアウトサイドとかよく分かんないじゃないですか。で、振ってる人からしてみたら、自分の前からクラブを入れてる状態なんですよね、アウトサイドっていうのは。で、なんとなく目線にも入るんですよ。ここより前ですから、目線に入る場所からクラブを持ってきてる。で、インサイドってこっちなんですよ。で、これ目線入らないですよ。自分の背中の後ろ側にクラブ一旦コントロールしてるので、で、から入ってくる。で、これをですね、まあ要は100切れない人の気持ちになるとめちゃくちゃ理解できますよね。こっちから入れた方がとりあえず当てられますもんね。で、当たる当たんないだけで言ったら、まあ、なんか外アウトサイドから来るっていうのは一定の理解をできますよね、心理的なことも含めてね。で、逆言うとこっち全く、これクラブヘッド見えないので、全く見えないところから来て、目線的に言ったらこの辺からなんか見え始める感じなんですよね。だからもうこの急激にここからヘッドが見えるってことは、結局そのもう加速しちゃってるんで、加速しちゃってるんで、結局その加速って意味で見えないんですけど、つまりずっとクラブ見えないんですよ、インサイドから来ると。だからこうその方がナチュラルにはやらないですよね。ナチュラルにゴルフショップで初めてクラブ買って、よーしって言っていきなりここに来るのか、それなかなかないだろうなと思うんですよね。でこっちから、とりあえずこっちからこうやって、あ、当たった、よかったっていうのは、そのプロセスから入っちゃうっていうのは一定の理解は当然できます。ただやっぱその振り方っていうのかな、このクラブってこういう道具ってどうやって扱うんだろうみたいな、どうやって振ったらこう球が飛んでコントロールできるんだろうっていう、その、まあ、だからこのゴルフクラブ独特の振り方があるんですよね。で、その独特の振り方はインサイドとかアウトサイドで言うと確かにこっちが正解になるんですけど、目線的なことで言ったらもうこういう自分の目線の見えないところから入れてこなきゃいけないっていう、その恐怖心ですよね。ただでさえ球とヘッド小さいですからね。その恐怖心にこう打ち勝っていく必要性があるっていうのが、ね、こう一番こう難しいところなんじゃないかなと思います。